あ、そのシリーズって21年後でもまだ続いてたんだな。はい、当時はなんかバグもいっぱいあって批判も多かったって聞いてますけど、今では FPS ゲームの代表格のゲームシリーズって感じですよ。いやいや、晴れゆき、あれは話題にはなってるが、どっちかっていうと面白がられてるんだぜ。え、バグを面白がる？ああ、コアなプレイヤーの間では調整不足なところが逆に面白いって言われてるんだ。へえ、こっちの時代じゃそのくだりはあんまり伝わってないですね。何の話？ああ、シノ、いいところに。シノも今 FPS やってるんだよな。うん。ハルユキの時代のゲームの話をしてたんだ。ハルユキは結構レトロなゲームを集めて遊んでるみたいでさ、話も合うんだよ。ああ、前にもそんなことを言ってたわね。でも私はそんなにいろいろやってはいないわ。主に重火器系のタイトルだけちょっと触ってみてるのよ。でもシノンさんが FPS やってるなんてなんだかかっこいいっすね。 FPS ってクールなタイプの女性キャラが多いじゃないですか。シノンさんはまさにそんな感じです。それってまるで私が可愛いキャラじゃないって言われてるみたいだわ。え、違いますよ。シノン、ここは素直に受け取っておこうぜ。アクション映画の主人公前としててシノンさんかっこいいってな感じでさ。まあ別にいいけど。シノンさんはどういうスタイルでプレイしてるんですか？主にスナイパーが多いわね。口径の大きな大型の狙撃銃を装備して遠くから敵を狙い撃ちする役割よ。へえ、じゃあ ALO の弓矢よりもよっぽどロングレンジですよね。そうなのよね。スナイパーも経験するようになってからはどうも弓矢のレンジが短く感じちゃって。じゃあ今は ALO よりも FPS を遊ぶことの方が多くなってるんですか？いえ、それはないわね。何せカーディナル製のゲームはクオリティが段違いだから。カーディナルシステムで作られた品質の高い FPS でも出ない限り、ALO よりも熱を上げてプレイするってのはないんじゃないかしら。ああ、でも最近はそういうのも徐々に増えてるって話だぜ。そうなの？ああ、今度調べてみるといいさ。 ALO じゃないゲームもいつか一緒に遊んでみたいですね、この3人で。そうね。ああ、面白そうだ。